飯田打骨、飯田打骨、飯田打骨、1885年、明治18年4月26日から1962年、昭和37年10月3日は、山梨県出身の俳人、本名、飯田武春、別号に三路、高浜巨子に指示、山梨の山村で暮らしつつ、拡張の高い句を作り、村上騎城などと共に、大正時代における、 ホトトギス流世紀の代表作家として活躍した。廃止、運も主宰。四男の飯田隆太も廃人であり、飯田家を継ぎ、打骨の没後に、運も主宰を継承した。山梨県東八代郡五世村、後境川村、玄笛吹市境川町小黒小坂の旧家に生まれる。飯田家は、名字と手脇を許された、大地主であり、父は、宇作、く、母は、牧地。 ダコツは八人、兄弟、四男四女の長男。元富国生命社長の森武臣、孫の牧子は、衆議院議員、山口総の妻は、実弟に当たる。飯田家は、母屋の背後に狐川が流れ、さらにその背後には、後山と呼ばれる山腹が続く。ダコツは、飯田家を、三道と称した。1890年、明治23年には、清神社小学校、 後の境川小学校へ入学する。山梨県では当時、江戸期以来の総生が廃団を形成し、影響力を残しており、現在の笛吹市境川町一帯でも廃会が、盛んであ打骨も幼少期から、旧来の月並み、廃国に親この時期の国、持つ花に映る涙や墓参りがある。1900年、明治30年には、東京において、正岡式が、 ほととぎす市場で、俳句革新を開始する、山梨県でも、川島を壁ごとに支持した、堀内柳南や、神奈桃村ら新興俳人が出現した。1898年、明治31年には、山梨県人城中学校、山梨県立高府中学校、現在の山梨県立高府第一高等学校に入学し、スポーツに取り組むが、 やがて文学の世界に傾倒し、森尾外役の即興詩人や松尾芭蕉、正岡式の日本派俳句に親しむ。1903年、明治33年に四年生で、中途大学し、上京、東京福小石川区原町の京北中学校、京北高等学校五年に転入する。同窓には、詩人の森川葵村や日夏高之助がおり、交流を深めた。また、 同校の校友会雑誌にも文章を投稿している。1905年、明治38年早瀬田大学英文科に入学する。早稲田大学では、高田長井らの早稲田原社の区会に参加し、同じ東京牛込めの下宿、霞北間の和歌山牧水依らとも、親交を深める。長井が中退すると、打骨が早稲田原社の中心となる。打骨は、文庫や、申請に、 小説、濡れ手紙や、新大衆を投稿し、国民廃談へ、トークも行う。この年に、高浜巨子の主催する、ホトトギスに、飯田蛇骨、白蛇、原骨の配合で、初めて俳句が掲載される。1908年、明治41年8月には、大学の夏季休暇を使い、巨子が、川島壁後藤らの、廃三枚に対抗して結成した、俳句鍛錬会。 徘徊三神に最年少で参加した。徘徊三神の最終日に巨子は廃壇を退いて、小説に宣言することを宣言したため、打骨は、ホととぎスへの遠くも中止し、1909年、明治42年に、家から気境の命を受け学業を断念し、壮大を中退し帰郷する。その後は、家業の農業や養蚕に従事する一方で、松根東洋上戦の、 国民廃団への投句を始める。東洋城は1908年10月から巨子に変わり、国民廃団の戦者になっていた。また、打骨は、和歌山牧水が創刊した創作にも、投句を行い、1910年、明治43年9月には牧水が、打骨宅を訪問し、再度の状況を進めた。同年には、祖母の波が死去する。1911年、 明治四十四年十一月には、東山らし七里村、甲州市演山上尾園矢沢里氏の長女、菊野と結婚する。九百十二年、明治四十五年、大正元年には、長男の総一郎。九百十四年、大正三年一月には、次男の和馬。九百十七年、大正六年七月には三男の霊一九百二十年。 大正9年7月には四男の竜太、1923年、大正12年には、伊豆尾の伊豆尾が生まれる。山梨県の廃壇では1911年、明治44年に、萩原聖泉水が、騒音を相関し、壁後等の影響で神経交廃区へ転校した、秋山秋紅田寺を迎合した。さらに翌1912年には、 堀内隆美奈美らと、生鮮水や壁後藤が甲府に招かれ、神経甲俳句が交流した。打骨は、同年10月に、現在の甲府市中央に所在する、随仙寺において、初めて壁後藤と会っている。打骨は、伝統的俳句の立場から神経甲俳句を批判し、山梨毎日新聞市場において、廃海画館を、連載、自然風土に根ざした俳句を提唱した。 1912年、大正2年7月には巨子が、ホトトギス雑乱に復帰したことを知ると、打骨も、ホトトギスへのトークを再開する。1914年、大正4年には、ホトトギス関東3回、翌年には、関東5回を獲得し、名実ともに、同志の代表作家となる。1915年、大正5年創刊されたばかりの愛知県発行の廃止。 キラの戦者を頼まれ、二号より戦者を担当。1917年、大正7年より主催となり、使命を運母に解消。発行書も1925年、大正14年に甲府市に移した。1917年、大正6年6月には高浜巨子が国民新聞の依頼で、山梨県の増府温泉を取材しており、打骨は巨子を案内している。 1918年8月には、小説家の芥川龍之介が、我が鬼の配合で、ほととぎに遠くした句を、蛇骨は、芥川の句と知らずに商用した。芥川は1927年7月に自殺し、蛇骨と直接対面する機会はなかったが、芥川は、蛇骨の作品に影響を受けた句を残しており、両者は書簡による交流は行っており、芥川死去の際に蛇骨は、 運も九月号に、芥川を追悼する句を発表している。九百二十六年、大正十五年九月には、運も経理部を、山梨県中駒郡大鎌田村、現在の甲府市港室町の高室五竜宅に移転する。打骨は、大正後年に、古廃区、古廃人の研究を行い、中でも天保期に活躍した、現在の甲府市東下城町出身の成島、一歳。 1843年から1908年の存在に注目する。一切は打骨祖父の議定にあたり、打骨は、運母に、一切に関する研究を発表し、同年11月には、一切の子息、採蔵の依頼により、一切の移行衆、民旧借衆の変者となった。また、1927年、昭和2年に、西山梨し軍長、井村、 現在の甲府市東下城町の全福寺境内に建てられた一歳区比はなさいて、冬になりしぞ茶の畑の選筆を行った。1929年昭和2年1月から11月には高室五流と共に関西方面を旅行する。1930年昭和5年4月には雲母発行場、境川村の蛇骨宅に移転する。 1932年、昭和7年所属集、三路集を出版する。1940年、昭和15年春には、運も廃人である小川交渉と共に、朝鮮半島から中国北部にかけてを、縦断旅行し、4月7日開催の形状俳句、大会など大陸各地で、俳句会や講演を開いた。1943年、 昭和18年1月には父の宇佐久が死去する。2月刊行の第4句集、白竹には、朝鮮、中国旅行や、1941年、昭和16年6月に死去した、カズマの死の悲しみを読んだ句が収められている。戦時下には、運母はページ数を減らし、1945年、昭和20年4月号を最後に休館した。 太平洋戦争では1944年12月に長男の宗一郎が霊帝島において戦死し、打骨は1947年昭和22年8月の後方でこれを知る。また三男の霊山も外蒙古において抑留され、1946年昭和21年5月に死去している。戦後は1946年昭和21年に、 東京世田谷に居住する東京の石原周月宅に発行所を置いて、雲母の観光を再開する。さらに、雲母会員との交流、各地での区会も再開し、故郷、境川村での俳句創作活動を続ける。雲母の編集には、周月の子息、石原八塚と共に、打骨四男の達田が助力した。年、昭和年には、 母物発行所を山路へ戻す。同年5月には、石原周月と共に、北海道を旅行し、各地で区会を行いた美日記も記している。1951年、昭和26年12月には、第七区州、雪橋を観光した。1962年、昭和37年、農南化症のため境川村の自宅で死去。去年77、遺作は、 同年10月の、運母第48巻10月号掲載の極。区。改名は、新官院廃道、椿花田骨子寺。妻菊野との間には5人の男児を設けたが、次男は学業を終えた直後に病死、長男、三男も戦死し、4男の龍太が家督を継いだ。運母の主宰も、打骨の死後に、龍太が継承し、1992年、平成4年8月に、 通貫900号で習慣した。1967年、昭和42年に、彼の功績を称え、角川書店が、打骨賞を創設。毎年六月優れた区集に授与している。山梨県東厚城郡境川村、代表国など、近代俳句の中にあって、古行とも言える拡張の高い工夫であり、山本健吉はその、縦句。 国区としての格の高さと正しさという点において、4S や新興俳句運動員語の俳人を含めても、ついに右に出る者は見当たらぬと評し、その苦境を場所のサルミノ町の現代における脱出というべき医療として、叩えた。作品は、山梨の山間で創作したものが大半であるが、小説家を志望していたこともあり、第一区集、三路集には、 小説的な発想を持つ句も多く含まれている。高浜巨子も、ホトトギスに連載した、進むべき俳句の道、九百十五年において、小説的であることを、初期の打骨の第一の特徴として挙げている。史病絵手の句はそうした小説的、物語的な発想によって作られた句であるが、芥川龍之介はこの句に感銘を受けて、以後打骨に傾倒。自身でも、 老外の方美しや冬防止のような模索を作った。魂のの句は、その、芥川の死に寄せて読まれた、追悼句である。芋のろの句は1914年に、ホトトギスで2回目の関東に選ばれた時の句。打骨没後の1963年、昭和38年10月に、門邸優志らにより甲府城二の丸に句碑が建てられた。句碑は1992年、 平成4年5月には、甲府城跡の整備により、山梨県立文学館の所在する甲府宿川の芸術の森公園内に移転される。生前に打骨は区費の混流を拒んでいたため、これが打骨の唯一の区費である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。